パシュトゥーン人はアフガニスタンのイラン系民族。アフガニスタン内で最大の人口を持つ民族である。パフトゥーン、パターン、アフガンなど様々な名で知られ、アフガニスタンはペルシア語、ダリー語でアフガン人の国という意味。パシュトゥーン人は緑色アフガニスタンの中部、南部及びパキスタン北西部のカイバルパクトゥンクワ州、辺境部族自治区に、 各戦数百万人が居住し、アフガニスタン人口の45%と、パキスタン人口の11%を占める。インドヨーロッパ語族イラン語派のパシュトーゴを話し、多くの部族集団に分かれて、伝統的には山岳地帯で遊牧などを行って暮らしてきた。強固な部族の中体を維持しており、パシュトゥーンワーリと呼ばれる、監修法を持ち、男子は誇りをおもんずる。 部族の中では、カンダハール、ヘラート、ファラー州に居住する、ドゥッダーニー部族連合とガズニー州等に居住する、ギルザイ部族連合の二大部族が有力である。1978年の社会主義クーデターとそれに、続く、アフガニスタン内戦は、パシュトゥーン人の支配力を減少させたが、依然として、同国最大の民族集団であり、 20世紀末期に権力を握ったタリバーンはパシュトゥーン人を支持基盤としていた。タリバーン政権崩壊後のアフガニスタンの指導者となったハーミドカルザイもまたパシュトゥーン人である。現在、パシュトゥーン人はパキスタン人口の11%を占めている。パシュトゥーン人はムハンマド・アイユーブ・ハーン大統領、グラーム・イスハーク・ハーン大統領等多くの政治家を輩出しており、 ビジネス界にも進出している。90年代初めのデータによれば、軍将校の20%、警察幹部の16%、高級官僚の10%以上が、パシュトゥーン人だった。パシュトゥーン人政党としては、人民国家党が存在する。同党やカイバル・パクトゥンクは州の一部の活動家の中には、統一、パシュトゥーン人州の創設を主張する者も,もいるが、多くのパシュトゥーン人は、 補助金や特権の喪失を恐れて、これに賛同していない。紀元前2世紀後半に北方からイラン高原の東部に侵入したと伝えられており、元々の居住地はカンダファールの東にあるクーヒスライマーン山脈の近くにあったと伝承されている。10世紀頃にイスラーム教を受け入れ、後にイランのサファビー朝やインドのムガル帝国の支配を受けた。 その一波は18世紀初頭にサファビー朝に対して反乱を起こし、1722年に首都イスファハーンを陥落させるが、アフシャール・アサのナービル・シャーに敗れた。ナービル・シャーの死後、彼に従っていたドゥ・ダーニー族のパシュトゥン人アフマド・ハーン・アブ・ダーリーは、アフマド・シャー・ドゥ・ダーニーを名乗り、カンダ・ハールでアフシャール・アサから自立し、アフガニスタ国家の起源となる。 ドゥダーニー・アサを建国する。ドゥダーニー族が支配するアフガニスタンでは、パシュトゥーン人部族の有力者が、国家のあらゆる側面で力を持ち、国家を支配してきた。民族の居住地域が大きく分散していないにも、かかわらず、二つの国家に分割されているのは、19世紀当時に、アフガン戦争によってこの地域を支配下に置いていた、イギリスが、 保護国アフガニスタンと植民地インドとの境界を、民族分布を考慮せずに引いたためである。1893年の国境線の確定に、伴い、パシュトゥーン人の居住地域は、アフガニスタンと現在のパキスタン北西部に分かれる、こととなった。パシュトゥーン人の Y 染色体ハプログループは R1、A が51%、Q が18.4%、 L が12.2%となっている。中でもパラグループ Q が16%見られ、このあたりが発症値と考えられる。ありがとうございます。